はい、おはようございます。こんにちは、こんばんは。MDC バーベルクラブの代表を務めております。ナチュラルチェストモンスターこと、生涯ナチュラルトレーニー、健太店長です。はい。今日も元気に動画撮っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい。完全にですね、風邪をこじらしてしまいまして、はい。声がですね、ほとんど出なくなってしまいました。まあ、なんとか腹式呼吸を駆使して、はい。ちょっとね、声を絞り出して、一本だけ動画撮っていけたらなと思いますので、ちょっと申し訳ないことになってますけども、お付き合いいただければと思います。はい。で、今日はですね、トレーニング関係のお話ではなくて、仕事ですね。ネットビジネスに関してのお話です。はい。僕がですね、もう、かれこれ15年ぐらいネットビジネスを、展開してまして、はい。そう、まだね、15年前というと、あんまり世の中もなんか副業してなくて、ネットビジネスなんてやってる人ほとんどね、サラリーマンとかではいなかった時代なんですけども、そういう時からちょっとね、僕変わったものが好きだったんで、自分でね、スマートフォン一つ、パソコン一つで家にいながらお金稼げるなんて素晴らしいじゃないかと、はい。思って、独学で始めたんですけども。で、もうなんだかんだで15年間やってて、いろんなネットビジネスに手を出しました。はい。まずは、ホームページの作成、運営から始まって、声裏がっちゃった。せどり、転売みたいなもんですね。はい。で、個人輸入、海外から物を買って日本の市場で、売るっていう、個人輸入。あとはなんだ、物販か、自分で、物を作成して、売る、これもネットで売る。そうで、あとは、YouTube とか、そういった類の、アフィリエイト、広告収入であったり、あとインフルエンサー活動ですね。はい。その他にも、投資とかね、そういうのにも手を出してるんですけども。大体、そんな感じの、はい。ネットビジネスをメインにやってきました。で、最近は、その経験を生かして、ネットビジネスの、アドバイスとか、相談を受けたりとか、それこそコンサルタント、ネットビジネスの、コーチング、教えてくださいっていう人に対して、ネットビジネスをしっかり教えるっていう、そういうこともちょっとさせていただいてて、で、いろんな人のね、昨日もそれ系の動画出したんですけども、いろんな人のそのネットビジネスに対しての声が 相談を受けていく中で、どんなネットビジネスがいいですかねとか、どんなネットビジネスがおすすめですかって聞かれることがあるんですけども、その、コーチング、コンサルとか するときは、その人に、その人のなんか性格とか、タイプに合った、ネットビジネスを提案していくんですけども、その、結構ざっくりね、質問でどんなのがいいですかって聞かれた時に、僕が一番おすすめしてるのは、やっぱりインフルエンサーなんですね。はい。これが一番ネットビジネスの中では、誰でもお金稼げるっていう意味では、インフルエンサーになるっていうのがおすすめかなと。はい。それもやっぱ、セドリとか、その転売とか、あとはもう個人輸入とか、そういうものを売るっていうネットビジネスって結構、センスも問われますし、何より今は結構その転売メインで大口参入してる人たちが結構いるので、本当に素人から急に転売やろうと思っても結構ね、しんどいんですよ。
ちょろっとはね、お小遣い程度には稼げるかもしれませんが、まあ、やっぱお金持って、ね、大量にお金投入してやってる人に比べるとちょっと難しい、ライバルが多いかなっていうところがあるので、まあ、その背取りとか転売も教えますけども、それより何より、僕はやっぱりインフルエンサーの方が、インフルエンサーになっちゃった方が、まあ、後々のネットビジネスもやっぱりやりやすいんですよね。やっぱり有名であることってすごくお金になりますし、何をやるにもやりやすいんですよ。で、そのネットビジネスってやればわかるんですけど、結構みんな意気込んで、よし、じゃあ転売やろうとか、よし、自分のオンラインショップ持とうとか、なんか絵描いて売ろうとか、T シャツ作って売ろうとか、結構最初にね、意気込んでデザイナーさんにお願いして、もうすごいお金かけてデザイン作って T シャツ作ったりとかね、まあそういうことする人もいるんですけども、正直言ってネットの世界って宣伝力がもう全てと言っても過言ではないぐらい、宣伝の力による影響がまあ大きいんですよ。これまあ、普通のね、現実世界の、そのネットじゃなくて店舗を持ってる人たちも同じかもしれないんですけども、まだ店舗がある分、まあ、そこを行き交う人間の目には留まりますから、宣伝が下手でもね、多少、まあ、人目に触れるっていう意味では、勝手に見て来てくれる人たちも、まあ、何パーセントかはいるわけですよ。だけどネットの世界って何せその、まあ、見てるユーザー数が半端じゃないんで、宣伝うまくできない人のネットショップとか、そういうもの、まあそういうものってね、見つけてもらえないことがほとんどなんですよ。どんなにいいものを作ってても、もう知られないと本当に意味ってないじゃないですか。すさまじくアーティスティックで洗練された T シャツ作ってても、そもそもそれを誰も知らないっていう状態だったら無意味ですよね。ただの自己満足になってしまうので、やっぱりビジネスとしてやっていくには、とにかくネットの世界っていうのはもう知られること、まずこれがね、すごく大きなハードルなんだけども、まず第一ステップなんだよ。この第一ステップのハードルがすごく高いんですよ、ネット世界って。だけども、インフルエンサーになっちゃえば、自分の商品を知ってもらえる機会がものすごく増えますし、それこそホームページでアフィリエイト収入を得ようと思っても、インフルエンサーであればホームページの宣伝も簡単なんですよ。これがまるっきり、ね、誰も知らない状態からだと、宣伝するのやっぱりどっか宣伝代行してもらわないと厳しいですし、何か相当変わったことを自分でやって誰かに取り上げてもらわない限り、本当誰からも見つけられて、ね、見つけてもらえない状態になってしまうので、なので僕はやっぱり最初にインフルエンサー、まあインフルエンサーといっても規模がね、ピンキリなんであれなんですけども、ある程度のちょっとネットでの知名度を得てからネットビジネスを展開していくっていうことをおすすめしてます。まあ僕がネットビジネスのコンサルとかコーチングやるときは、全部並行してやるんですけども、まあその一つ何か SNS、ターゲティングする SNS 見つけて、見つけてというか決めて、その一つの SNS をメインに、まあ、フォロワーさんの獲得を基本としてやっていくんですけど、まずは。それと並行してネットビジネスをまた、まあ、並行して教えていくっていう形ですね。これがね、僕は一番いいんじゃないかなと思ってて、急になんかね、副業やろうって思っても、本当にね、一握りの人しかうまくいかないんですよ、今。ネットビジネスのライバルがものすごいので、今量が、僕がね、ネットビジネス始めた15年前とはもう状況がまるで違うので、僕が始めた当時ってもう全然ライバルいなかったんですよ。
背取りもうまくいったし、ホームページもうまくいったし、それこそ僕、インフルエンサー、一時やってたんですけど、まあ、めちゃめちゃ稼げました。それこそ、何にも別にしなくてもお金入ってくるぐらいだったんで、生活全然できちゃうし、遊べちゃうしぐらいの、たかだか2万人ぐらいのインフルエンサーでもちゃんとそんだけお金が入ってくるっていう時代だったんですよ、昔は。だけど今もう本当にもう時代が変わって、まあ、やっぱ働き方改革とか、まあ、コロナのね、せいで自宅療養期間とか自宅で過ごす期間が増えて、みんな、副業とかネットビジネスに興味を持つ人がものすごく増えたんですよ。なので、今本当にネットビジネス厳しい状態、時代が来てるので、何の知識もない状態からよし始めようって意気込んでもなかなかね、難しいと思います。そこ行くとやっぱ一番最初に、ファーストステップをクリアする、素人でもクリアできる方法としてはやっぱインフルエンサーになること。これなんじゃないかなと思って。だけど、インフルエンサーになるなんて簡単に言うなよって思われるかもしれないんですけど、正直これやり方さえ間違えなければ、多分ね、9割の人がインフルエンサーになれるんじゃないかなって僕は思うんですね。もちろんその100万人とかのフォロワーを得るっていうのはちょっとやっぱセンス才能ないと難しいかなって思ったりもするんですけど、4、5万人ぐらいだったらもしかしたらやり方さえ間違えなければ、多分誰でももしかしたらなれるのかなとも、ちょっと、4、5万人もちょっと厳しいか。2万人ぐらい。でも2万人でもね、正直十分ネットビジネスの、取っかかりみたいなのは2万人のフォロワーさんがいればつかめますから、まずはこのフォロワーを何かの SNS で2万人ぐらい獲得することを目的として、いろいろ策を打っていくっていうのがね、僕は得策だと思うんですよね。で、それと並行して他のネットビジネスもちょっと勉強しながらやるっていう。変な話、フォロワーさん、生のフォロワーさん5000人いれば、ある程度宣伝はできるんですよ。そう。かさ増し、ね、買って、フォロワー買って5000人とかの人はもう意味ないですよ。あれ、意味ないっつっても、パッと誰かからアクセスされた時に、説得力は出るんですけど、わ、こいつフォロワー5000人いるのかって、ちょっとなんとなく説得力は出るんだけども、実際宣伝、自分でその SNS 使ってやっていこうってなった時に、買ったフォロワーだけしかいないんだったらもう意味ないですから、やっぱり生のフォロワー、人間ですね、これを5000人以上つけていけば、もう結構宣伝はそれなりにはできます。なので、僕のにね、僕らのところに、ネットビジネス教えてほしいですって来た人は、まずは僕はちょっとインフルエンサー活動を、してもらうっていうか、インフルエンサーになるためにちょっと努力してもらう。それと並行して、他の、その人の特性見極めて、この人は背取り得意そうやなっていうのは背取りしっかり教える。他も全部教えますけど、いや、ホームページよく、ホームページ作るのって結構それなりにめんどくさいんで、ホームページいけそうだなっていう人はホームページ教えますし、全部いけちゃいそうだなっていう人にはちょっとずつ全部教えてね、やってったりしてますけど、そんな感じでね、本当にね、いや、難しいんですよ、ネットビジネスって。で、インフルエンサーも何にも特技もない、趣味もない、何にも人に誇るものがないっていう人がなるのは、何の策略もなしになるのは正直不可能に近いです、今。インフルエンサー界もやっぱりライバルすごく多いので、配信者の数がすごいんだよ、今。やり方ちゃんとしないとやっぱりフォロワーは獲得できないので、そういうのも含め僕のとこに来てくれればちゃんと教えます。興味ある人はね、動画のコメント欄に教えてほしいですってコメントしてくれれば、公式 LINE かなんかの、URL 載せますので。お金はかかりますけどね、もちろんね。それですね。でね、もう一つなんですけど、インフルエンサーも、インフルエンサーで一生ご飯食べて食ってくの、ほとんど無理ですね。インフルエンサーってだけで一生はご飯食べれないので、今ね、インフルエンサーやってる人たちも、ちょっと多分、今不安もあると思うんだけど、ない人もいるのかな。
今インフルエンサーだけど、今後そのままやっていけるかなって不安な人も、ぜひね、相談来てくれれば、相談受け付けます。もちろん有料ですけど。まあ、10万人とかね、20万人とか、50万人、100万人っていうふうにフォロワーがいるインフルエンサーさんは、まあ、それだけでも一生食べていける可能性もあるんですけど、数万、2万人、3万人、4万人、5万人とか、それぐらいの規模のインフルエンサーさんは、それだけでご飯食べてくっていうのはちょっとね、厳しいと思うんで、今のうちに、フォロワーさんがいるうちに、やりやすいね、ネットビジネスやりやすいうちに、やっぱり次の収入、まあ、キャッシュポイントですね、これを構築することに注力した方が、僕は賢いんじゃないかなっていうふうに思いますね。僕が実際そうだったんで、あのままインフルエンサーだけやって、うわー、このまま俺は何もしないで暮らしていくってやってたら、完全に今僕ホームレスなんで、ね、ネットビジネスとかやっててよかったなって本当に今心から思うんでね、インフルエンサーでいるうちに次のキャッシュポイントをちょっと作り出すことに、専念した方が僕はいいと思います。そういう方もぜひね、ご相談くだされば、いろいろ教えますので、と思います。今日はちょっとまたネットビジネス関係のお話ですけども、まあちょっとね、近頃ネットビジネスのその、まあ新人じゃないけど、下の育成に、ちょっと力を入れていこうかなと、見込みのある方にはね、思ってるんで、ぜひぜひぜひ、どんどん相談くださればと思います。というわけで、ちょっと喉が限界なんで、ちょっと。